日本と太平洋島しょ国は歴史的な友人であるとともに、地域が抱える諸課題に共に取り組む関係のないパートナーです。自由で開かれたインド太平洋戦略の基本的な理念が共有されるところに、同戦略のもとで日本が太平洋地域への関与を強化していくことに関係の意が表せられます。拉致問題についても私から総理解説に向けた太平洋統一国の理解と協力を求め、各国首脳から支持を得ます。前回に続き、今回太平洋島サミットをホストしていただいた福島県及び岩手市の皆様のその思ったおもてなしに厚く御礼を申し上げます。